今回はですね、バイオレット。バイオレット。紫ですね。初代がブルー。二代目がグリーン。グリーン。で、三代目がブラック。で、四代目となるバイオレットが、はい、まあ僕らもまだあんまりデータを知らないんですけど、はい、やはりこう数値も大事だけれど、まだ第一印象からね。思ったほど、うん、一応こう前情報でブルーの後継なんですよみたいなところまでは聞いてるんですけれど、ね、はい、あれブルーってもうちょっと動いたなと思ったのが、うん、割と手元感しっかりして感じるなと思ってるのと、この辺がちょっとこうたわむので、まあ、少し卵を捕まえてくれるのかな、ちょっと持ち上げてくれるのかな、なんていうそんな印象は、なるほど、バックルした瞬間にはありますけど、まあ打ってみたいと思います。わかりました。お願いします。よいしょ。あ、これは本当にいいですね。見てね、初速感がまずあって、初速感出ますね。打ってる本人はこうすごい加速を感じるんですけど、うん、かといってその左に巻く怖さみたいなのは全然なくて、シュッっていうスピード感は出るんだけど、ね、うん、球強いな、直進性が高いなっていう感じがします。その辺ってね、今のドライバーって交換性モーメントで、はい、もう本当にあのルールギリギリのものが多いじゃないですか、はい、まあ、その辺のヘッドの兼ね合いがあって、やっぱりその先が走ればいいっていうわけでもないじゃない。ないですね。先は走らせるんだけれど、だけど挙動安定さ結構ね、わがまま言いますよねちょっともう 1,2 発打ってみて、はい、そのヘッドの挙動っていうのをね、ちょっとインプレッションしてもらえると。なるほどね、このサフトちょっと面白い。で、今ね、僕じっくりね、はい、切り返し見たんですよ、はい、結構切り返しで一番シャフトに負荷がかかるんですよ。うん、はい、結構ブルーに近い、この瞬間がしっかり切り返した瞬間に適度にしなってる。単純な先調子だったら、もっとヘッドがね、走り感はもっと出るかもしれないけれど、落ち着きが出ないじゃない、うん、結構落ち着く理由がね、切り返した時のね、手元側が程よくしなってた。あのブルー自体がちょっとこう真ん中が少し柔らかいというか、うん、こうグッて動いて、こう動いてくれるってイメージがあったんですけれど、ブルーをちょっとこうシャープにした感じというか。なるほどね、それはね、ちょっと今度インパクトゾーンもね、僕の目視ですけど、はい、ちょっと見ときます。なるほど、なるほど、今ね、これいい球ですよ。これでバカない見えてんのかなとか思われるかもしれないけどね、はい、この辺、はい、真ん中じゃないんだけど、はい、先でもないんだけど、真ん中と先の中間ぐらい、この辺がね、はい、結構張りがある。打ってる本人はこう先端が結構しっかりしてて、うん、ちょっとこうフェースの芯を外してもちゃんとこのまま押してくれるなっていう感じはしているんで、走ってくれてでもちゃんと支えてくれるっていうのが、まあ、両方うまく両立してるなっていう。やっぱりね、ヘッドスピード 46.4 で、まあ、初速が 69.3、 キャリーが259ヤードで、トータル 281.7 ヤード。これアゲンスト吹いてるんで、はい、これね、多分見てる方がね、結構僕らで言うと体感的に10ヤードぐらい飛ばないアゲンストが吹いてるんですよ。結構頑張って打ってます、ね、頑張って打ってる、頑張って打ってるよいしょよいしょ。うわー、打ち出しが出て、キャリーが出てるわ。これほら来たよ、これ。石井さん、初速 71.8 だよ。石井ちょっと振りましたから、頑張って48、はい、でもヘッドスピード50いってないですよね、48ぐらいで、でもうキャリーが 272.5 のトータル 292.4 で、スピンがやっぱり26.59っていうのは、そこまで増えなかったのがいいですね。まあ、なんだろう、ここが本当に飛ばすならアゲンストで飛ぶクラブはって聞かれたら、はい、2300の方がいいんですよ、はい、でもやっぱりそのシャフトの特性として、これはとにかくスピンを抑えるシャフトではなくて、初速を上げたいっていうね、あと打ち出しも綺麗に出したいっていうシャフトだと、この辺のところはやっぱりそのスピーダーの他のモデルときちっと僕は差別化されてると思いました。そうですね、はい、実際こうスピーダーの中でも、まあグリーンだったりブラックだったりで、このスピン量も変わってくると思いますし、うん、そういう意味で言うと、まあこのバイオレットがまあブルーの後継ということで、ちゃんと適度なスピン量も入れながらキャリーで飛ばせるのかなっていう感じ。そうですね、はい、この辺はだから本当にクラブにシャフトに何を求めるか、やっぱりこの初速感といい高さの打ち出し、この辺がバイオレットの僕は特徴ではないかと思います。まあ、今ねバイオレット打っていただいて、はい、このブルーを、まあ、
一周回ってじゃないけれど、はい、後継機として今回バイオレットが位置づけられてるんで、はい、やっぱりそのブルーとの違いをね打っていただきたいんで用意しましたんで、はい、ぜひ打ってみてください。そう、あでもこのワッグルしたこの動きでしょ、動きはあブルーだなって。バイオレットとやっぱりこう一番の違いはワッグルした時のこのニュアンスの違いは感じます、はい、手元がちょっと動くからね、動きますね、はい、この辺から動きますもんね、はい、おーナイスショー。やっぱり初速が違うね。そうですね、さっき70超えてましたからね、はい、まあ風考慮してもやっぱり1メーターぐらい初速が違う感じですね、石井さんのやつで。タイミングの取りやすさはそこまで変わらないんですけど、うん、振っててこうなんていうのかな、こう切れ味みたいなものはバイオレットに感じて、逆にマイルドさはブルーの方に感じるので、だそこの好みの違いみたいなものでもいいのかなと思いますけど、まあバイオレット最初に打っていただいて、はい、で最後ちょっと比較の意味で、はい、ブルーも打ってもらって、はい、初速の差が出たと。いやそれは数字で出ましたからね、はいはい、タイミングが取りやすいっていうのはどちらもあのやっぱり NX のそのバリアブルトルクのおかげで、うん、タイミングが取れるぞっていうのはすごい感じるんですけれど、うん、進化してるというかやっぱりこう鋭さみたいなもの、ボールの初速につながるスピード感みたいなものはやっぱりバイオレットの方が上だなと思いますし、なるほど、でかつスピード感は感じるんだけど、まあ、高さが出てくれて、まあ、それ分飛んでましたし、さっき初速70点を超えてましたからね、はい、初速出すだけならねもちろんそのいろんな方法あるんだけど、 そうですね、はい、そこに安定感っていうのが必要じゃないですか、はい、この辺のところがね本当にこの剛性がうまくこう少し硬い部分をちゃんと作ることで、ヘッドのこの挙動安定性っていうのは僕は見ててすごい感じました。シャフトメーカーさんっていうのはいろいろやっぱり手を尽くしてるっていうのが、今回もその何を尽くしてるっていうのが初速感、はい、やっぱりみんなアマチュアゴルフは飛距離欲しいからね、まあ、スピーダーですからね、スピードを出してもらわなきゃしょうがないですからね。なるほどね、はい、やっぱりこの名前に、はい、まあ、もう本当に名前をこう証明するかのようなシャフトに仕上がってます、はい、はい